ハードにトレーニングしても、はい、その後食事ずっと取らない場合と あと寝不足の場合って筋肉痛来ないですよね、はい、あれは不思議ですよね。だからやっぱり筋肉痛のメカニズムってね、まだ未だにはっきりとは解明されてないですけど、はいはいはい、やっぱりこのなんだろうな、食べたものとか、はい、それからトレーニングした後のその行動とか栄養状態ですごいこう痛みが来る来ないって、はい、出てくるんで、はい、その辺は本当になんか面白いですよね。あ、なんかきっちり食べてきっちり寝るとガツンってきますもんね、はい、なんか寝なくてあんまり食べてないとあんまり来ない、はい、なんか、はい、なんか損した気分になりますね、はい、一応、はい、痛くないからいいんだろうけど、はい、でもなんかなんだやった割にあんま来ないなってなると、ね、ちょっと寂しさはありますけど、うんですね。あの来ない場合その改善としてはどんなこと？来なくても改善はしなくていいんじゃないですか別に。ああそういうこと？うん、だああそのできればだから最初のうちね、うん、トレーニング始めて間もない人はやっぱりまず強度を上げる、強度を上げる、強度を上げることですね、はい、まずちゃんと追い込めてないかもしれないんで、しっかり1セットで力出し切るっていうことは、はい、あとはある程度のボリューム、はい、まあ、あとはそのちゃんと目的の場所をあのしっかり、動かせてるか、はい、まあこれはフォームですよね、はいはい、まあ、そこですね、これをしっかりあの見直すのがまず大事、はい、あとはまあ詰めすぎちゃったりとか飽きすぎちゃったりっていうので、はい、あの来る来ないっていうのもあるんで、はい、まあ、その辺はあのやっぱり中2日3日ぐらいを取って、はい、次をやるっていう、はい、飽きすぎも良くないですからね、はい、あのトレーニング始めの頃って、はい、そんなに休む必要ないよっていう、はい、トレーニングだったらもうちょっと詰めないとダメだし、はい、まあ、その辺うまくやっていかないと、はい、最高のトレーニングにはならないですね、はい。